小僧たちにリンゴでもあげましょうか。はい、小僧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 、リンゴでもどうですか。そこの小僧、ほら、9人家族、君は何人だっけ。1、2、3、4、5、あ、君は1、2、3、4、5、6、7、あれ、こっちは7人なんだ。1、2、3、4、5、6、7人兄弟だね、こっちはね。9人はこの間、この後に生まれた子だからね。最近ね、家族がいやあちこちにいるんで、何人だか分かんなくなっちゃうんですよ。はい、じゃあほら、君たち一番小さいのから食べなさい。そこの、クリーム色のこの君はなんだ、男か女か。あ、じゃあそこのちょっとほら、このこいつ男なんですよ、クリーム色。クリーム色の男。母ちゃん早いな、お前、いつもな。早すぎるで、母ちゃん、お前。譲らねえな、誰も。やっぱりな、絶対俺のもんにするっていう、そういった気迫が感じられるよね。大したもんだな、君はな。気迫が大したもんだ。もう ラグビーだな、これはな。やっぱり完全にラグビー。仲良く食べねえ、大きい塊なんだから。そうやってね、仲いいね、今日はね。仲良く食べて。誰か一人がね、持ってこうとしなければね、全然いいんだけど。仲良く食べてよ、仲良く。独り占めしようって子がいなければね、こうやって分け合って食べんだよね。母ちゃんもいつもそうしないよ。いやー、リンゴの塊がみるみるちっちゃくなってくね。いいじゃないですか、君たち。仲良く食べてね、今日はね、本当に。やっぱ大きな塊だとやっぱりあれか、食いっぱぐれる心配がないから安心して仲良く食べるのかな。まあ、頬袋に入れられないってのもあるよね。お前そっちで何してんの、そっちの方は。そっちで良かった、良かった。リンゴみんな長く食べたじゃんかよ。よし、長く食べたな、じゃあな。食べたな、君たち。でね、思うんですけど、このね、ベージュのこの今食べてるこいつ、これが男の子なんですよ。この子はこの中でもやっぱりね、特に可愛いね。ベージュがいいとかっていうことに、まあ、あれ、まあ、男っていうのがいいよね、男っていうのが。やっぱ白い男はうちに何人もいますけどね。白い子は白い子でいいけど、やっぱりね、この子はね、なかなかやんちゃな坊主ですよ。やっぱハムスターのいいところっていうのは、このね、全部が同じ感じにならないと。兄弟でもベージュがいたり、毛が長いのいたり短いのいたり、そういった楽しみがあるね。この子ほら、白い子だけど長毛と、ほら、普通の短い毛でしょ、これ。
こういったなんかチョコレートがいっぱいいろんな種類入った箱みたいに、いろいろね、一箱で楽しめるような感じで。バラエティに富んでるね。性格もね、また見た目と一緒でね、みんな違うんで、おとなしい子もいればね、活発な子もいれば、みんなもうどうしたお前、分かった分かった、もう蓋閉めてやる、蓋蓋蓋ね、これね、今ね、リンゴの間だけこのちょっとね、屋根を取っちゃった。ほらお前ら、ほらもう家に入れ、ほら家に、家の中でこれで、ほらもうあとお眠りしなさい、お眠りで。ちなみにね、今ね、一番うちのちっちゃい子はこの隣にいるんですけど、この子たち、母ちゃんほら、この子はこうガリガリ母ちゃん、ほらもう9人、今見たこっちの方は7人の兄弟ですけど、こっちはね9人兄弟。なんかおしっこ臭いから掃除しよっか、また君らんとこな、きっとおしっこ臭いね、母ちゃんもおしっこ臭くて、もうあれか、君らんとこちょっと今掃除してあげるな。